戦争は今では昔とは全く違う。テロリストやイカれた連中が世界を無秩序にしたんだ。戦争が始まる前に止めるんだ。つまりこういうことだ。君は国内の問題に専念していればいい。そして国防問題に関しては全ての決定をストライクが行う。メキシコがワルシャワ条約に依存するきっかけとなった82年の内戦を覚えているかね。君一体何の話をしてるのかな。メキシコに内戦など起こっていないじゃないか。そこだよ。問題はストライクが仲裁に入らなければ起こっていたんだ。我々の功績は戦争をいくつ防いだかによって決まる。わかりかな。責任者は私だと思うがね。君の組織は大統領を冒涜しているよ。大統領、私はルールを説明しに来たんだ。あなたがゲームをしたくなくとも副大統領は参加する。以前も一緒にこの不愉快な状況を乗り越えたからね。記録によればお前の罪状はネットワーク侵入、機密条例違反、システム破壊行為。分かってるよ。それよりあんたは何なの。なぜこんな罪を犯した。退屈だったから。大したことやってないのにメンツ潰したからってぶち込まれたんだ。で、何のよ。教えてやろう。我々は今世界一精密なコンピューターネットを操作できる人間を探している。敵のセキュリティシステムに侵入し、また敵の侵入を防ぐハッカーが必要なのだ。冗談だろ。冗談なものか、大真面目だ。さあ、世界一安全性の高いネットを操っているのが囚人だと知ったら大統領は何とおっしゃるでしょうね。関係ない。将軍、ストライクと呼ばれる非合法組織の活動にあなたが関与しているという話ですが、コメントをどうぞ。コメントも何も、そんな組織の存在は一切感知しとらんね。聞くところによれば、その組織は敵国にスパイを送り込み諜報活動を行っていたそうですが、本当ですか。大統領や議会、アメリカ国民の意思などお構いなしに。ノーコメントだ。では、いくつ戦争を未然に防いだかが成功の尺度だというのがあなたのモットーだそうですが。何が言いたいんだ、ミス・グレイ。あなたの下で働きたいのです。あなたには軍事力もある、情報網もある。あと必要なのは権力の第三の柱、マスメディアです。それを提供しますわ。使えるのか。素人じゃないだろうな。はい、閣下、この女は本物です。
海外でスカウトされて数回の潜伏任務をこなしています。しかもかなり高度なもの。どこで働いてたって？ KGB、CIA、ロシアマフィア、SAS、モサド、ハマス。どういうことだ？彼女のバックには誰もいないということですよ。それに腕が立つ。しかも信頼を裏切ったことがない。雇ってみろ。〇〇時にシンクロニシティラインを越えた。まずいことになってるよ将軍。詳細を報告しろ。ハック、震源地はクリミア。第1点、スイス銀行から大金が流れ込んでる。第2点、未確認の軍隊が突然出現した。彼と関係があるのか？証拠があるかといやノーだ。勘で言えばイエスだね。続けろ。旧ソ連製の生かした武器がテロリストの訓練キャンプに送り込まれてる。それから行方不明のパイロットニック・アーノルドから通信が入った。確かに危険な動きだな。アンドレア、疑わしい人物はユーリ・バチズノフ、元 KGB 長官でコードネームシャドーマンは彼だとみなされてるの。最悪のケースが予想されるわ。とにかく戦争が始まる前に阻止しないと。詳しい情報はストライクネットでダウンロードしろ。
我々のトップ諜報員の死によって作戦遂行に障害が生じた。ステージングゾーンから撤退しろ。作戦は中止だ。丸々時にシンクロニシティラインを越えた。まずいことになってるよ将軍。詳細を報告しろ。給水されたら身分証を捨てて自爆して、身元が割れないようにするのよ。
戦いぶりだね。体の中にジョイスティックが入ってんじゃないのか。必勝プランなくして勝利はない。死体を回収しろ。シンクロニシティラインを越えた。まずいことになってるよ将軍。撃墜されたら身元を捨てて自爆して、身元が割れないようにするのよ。アーノルドだ。他の諜報員何人かと捕虜になってる。奴ら拷問パーティーを開いてて、アルカポネたちのようなギャング並みに銃を撃ちまくってる。今すぐ助けてくれ。出なきゃいっそ殺せ。
は夢か。俺たちまだ生きてる。
you
そ、また嫌な報告書を書かなきゃならんぞ。